にちは、ルミちゃん。いらっしゃい、ヤヤさん、ポチ。また鉄の神君と遊ばせてもらえる？もちろん。ありがとう。さあ、ポチ、行ってらっしゃい。ポチ、嬉しそう。鉄の神君が好きだから。兄貴！どこっすか、兄貴？ベッドの下っすか？兄貴！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 兄貴の宝物！これがよーく見るかい！ん？汚れてる。広げすぎっすよ、兄貴。そうだ！うわー！僕の血統書がピッカピカだ！ポチが洗ってくれたと？汚れてたっすからね。兄貴のために頑張ったっす。ポチ、君は僕の最高の友達たい！兄貴！ポチ！兄貴！よーし！あれ、鉄の神ご飯中だったの？ポチが遊びに来てるよ。本当？ポチー！ポチー！ポチー！どこ行ったんだろう。ん？そしこし。ポチ？あ、兄貴！何してるの？兄貴の血統書汚れてたんで洗ってるんですよ。そうそう、最近ちょっと汚れが目立ってきたんだよね。ほら、あれ、真っ白。オーマイガー！鉄の神、ポチと喧嘩する。それでポチと喧嘩したの？あんなやつだとは思わなかった。だい、僕がルミちゃんの次に大切にしている血統書。鉄の神くん、ルミちゃんが1番で血統書が2番だったんだ。もちろん犬の中ではショコラちゃんが1番たい。そういえば、この前犬学園のみんなが噂してたわ。鉄の神くんがどうしてポチと友達なんだろうって。どういうことだい？兄貴！あ、犬楽園に行くんすね。僕も行くっす。ポチ、僕は喧嘩してるって言ったろ。喧嘩？誰とすか？というわけで、ポチについてみんなが日頃思っていることを教えてほしいたい。ポチか。ポチね。第三者的に見ればポチは鉄の神の金魚の糞だし。やっぱりお坊ちゃんで一匹じゃ何にもできませんって感じ。あの女優さん、どんなしつけしたのかしら。ポチに悪気があるわけじゃないわ。天然でやってるから余計に頭くる時あるんだけど、確かにポチにはそういうところがあるたい。悪口は関心せんでござるな。悪口じゃなか、ただただなんでござる。どうして僕はポチと友達なのかを考えてるだけたい。鉄の神くん、いや、鉄の神さん、これからは兄さんと呼ばせてください。え、歳も同じぐらいだし兄さんはないんじゃないの。いや、兄さんと呼ばせてもらいます。あの嫌味な白金の犬をやっつけるなんて僕尊敬しちゃいます。店長、殿、お頭、副部長、ホームズ、金魚デック。ポチ、男同士の友情というのは常に相手を最高のライバルとし、お互いに高め合っていくものでござる。半蔵さん、かっこいい。半蔵さんのライバルって誰なの？それは俺だろ、俺。このイワン様が半蔵のライバルさ。ああ、まあいいでござるが。強敵と書いて友よ。いや、今微妙な間があったって。イワンさんで、その当人はどこなのよ。さっき瀬戸様に呼ばれてたし。瀬戸様に？どうも犬楽園内でお主に対する不満がちらほら出てきておるようじゃの。なし崩しに犬楽園へ入れてしまったわしにも責任はあるが。じゃあ何とかしてくださいっすよ。
いや、わしがじゃなくて、こういうことはおみやが自分で何とかするもんじゃろうが。そんなもんすかね。だからね、普通新入りは犬楽園の仲間たちに一人前だと認めてもらうためにいろいろと頑張るもんなんじゃが。だって僕が頼んで入れてもらったわけじゃないですし。言っちゃかねえやろ。おみやなんぞ猿じゃ。うわー、なんででっしゃ猿。わしとしたことが大人げない。ほらポチ、瀬戸様に謝れ。なんですか？お前な。まあまあ、どうもポチは甘ったれのところがあるようじゃ。まあ、あやちゃんは優しいからの、大事に育てられたんじゃろうが。はい、あやさんはとっても優しいっす。毎日一緒に寝てくれるし。あやちゃんとおねんね。はい、お風呂も一緒に入るっす。おあやちゃんとおねんね。あやちゃんとお風呂。ええのええの。は、瀬戸様羨ましいんだ。やっぱりおみやは猿じゃ。落ち着くでござるか。血圧が上がる。誰か、ドクターパーバラフを。落ち着きましたか？どうやらポチにはこの辺できつく締めなくてはならんようじゃ。ポチ、おみやに犬楽園立ち入り禁止を命ずる。え？お主が犬楽園にふさわしい犬になった時、わしらは再びおみやを受け入れようぞ。その日まで精進するがいい。はい、す。ポチ！鉄の心。しばらくポチと付き合うでない。お主がいればあやつはお主に頼ってしまうからの。ポチ、最近ポチ遊びに来ないね。喧嘩でもしたの？喧嘩ってわけじゃないんだけど。あやさんのとこに遊びに行こっか。え？こら、暴れちゃダメ。ダメだよ、ポチに会っちゃダメだって瀬戸様に言われてるんだから。でもポチ落ち込んでるかもしれないたい。大丈夫かな。いらっしゃい、ルミちゃん。鉄之進くん。兄貴。ポチ。兄貴、兄貴。じゃえるな。ポチが犬楽園にふさわしい犬になるまで付き合うなって瀬戸様に言われたと。それに、それに僕は血統書を台無しにされたことをまだ許したわけじゃなか。あれはそんなつもりじゃ。僕は手伝わないたい。ポチが一人で犬楽園のみんなに認めてもらうように頑張らなきゃいかんたい。どうせ無理っす。何言ってるんだよ、やってみなくちゃわかんないだろ。僕そういうのやったことないし、気が進まないっす。ポチ、男同士の友情というのは常に相手を最高のライバルとし、お互いに高め合っていくものでござる。つまらなか。ん？男同士の友情ってのは相手を最高のライバルとしてお互いに高め合わなくちゃいけないんだ。僕が欲しいのはそんな友達たい。兄貴。お前みたいな金魚の糞じゃなか。兄貴。鉄の神、どうしたの？喧嘩でもしたの、ポチ？兄貴。ごめんください。誰かいませんか？ごめんください。返事してくださいよ。僕の話聞いてください。誰か出てきてくれるまで僕ここ動かないっす。そのうち誰か顔を出してくれるっす。なんで誰も出てこないっすか。もう
バカー、バカって言うな。イワンさん、なんだよお前、犬楽園立ち入り禁止だろ。帰った帰った。お願いがあるっす。僕を男にしてください。お前メスだったの。やっぱりバカっす。イワンにバカって言うな。お前みたいな金魚の糞じゃなか。ちょっと言い過ぎたかも。でも瀬戸様たちに認めてもらうためにはポチが頑張らないといけないんかい。鉄の神、鉄の神、こっちこっちこっちよ、来て。ポチに鉄の神には内緒にしてくれって言われたんだけど、知ってた方がいいと思うし。何？イワンがポチを修行のために潜水艇で連れてったよ。ポチが修行？どこへ？シベリア。シベリア！くここは熊も出るし、何よりこの寒さだ。次に迎えに来た時、無事に生き延びていればお前を犬楽園の仲間と認めてやるよ。わかったっす。ん？なんだそのリュックは、何が入ってるんだ。犬用ケーキとか栄養ドリンクとか、あと携帯用コンロに DVD プレイヤーに。余ったれるな。あ、せめて毛皮のコートだけでも。ダメ。イワンさん、おにす寒い。ポチがシベリアなんて、今頃雪の中で震えてるんじゃ。それはないわ。だって今夏でしょ。いくらシベリアでも雪が降るわけないわ。本当？おお、それじゃったら心配いらん。わしが魔法で猛吹雪にしておいたわい。そんなひどいよ、瀬戸様のバカ。バカって言うな。はい、お帰り。ポチは？あれ、知ってたのか。一週間もすりゃ迎えに行ってやるよ。まあ、あの甘ったれにはいい薬になるだろ。ポチ、ポチ、やばい。アヤさんが心配してる。うん、いい機会じゃ。あまりポチを甘やかさんようにしろと一言言っておくべきかの。悪気に存難にしもんや。でん。ポチ、ポチ、ポチ。どこへ行っちゃったのかしら。誰かお探しかの。はい、私の飼い犬のポチが帰ってこないんです。ならばその犬をそなたの手相で占って死んぜよ。ありがとうございます、お願いします。柔らかい。そうそう、飼い犬のことじゃな。心配いらん、すぐに帰ってくるじゃろう。きっとたくましく成長しての。よかった。しかしその犬、ずいぶん甘やかされて育ったようじゃが。それじゃ何にもできん、ダメ犬になってしまうぞ。私が悪いんです。ポチは大事な人との大事な思い出を連れてきてくれた犬だから。いつも綺麗なバラをありがとうございます。アヤさん、一つお願いがあるんですが。とっても可愛い子犬がいるの、よかったら明日一緒に見に行きませんか？うん、明日迎えに来るよ。だけど大事に大事に可愛がりすぎてしまって、そしてあの日。朝食はいいよ、君も今日ドラマの撮影だろ。ダメよ、ちゃんと食べなくちゃ。あら大変。新聞は？ちょっと待ってて。忙しそうだな。よし、僕もハヤさんたちのためにお手伝いしなきゃ。あ、あ、ポチ。ポチちゃんは何もしなくていいのよ。
私が全部やってあげるからね。そうか、お手伝いしちゃダメなんだ。あの時ありがとう、偉いわねって褒めてあげなきゃいけなかったのに、あの日からポチは何もできない犬になってしまって、それが他の犬にはどうしようもない甘ったれに見えたんでしょうね。犬のお友達に嫌われて部屋に閉じこもって、ポチはずっと一人ぼっちだったんです。でも鉄之進くんってお友達ができてずっと明るくなったんです。自分からあちこち外に出かけるようになったし、毎日が本当に楽しそう。やだ、私ったら一人で長話しちゃってごめんなさい。ありがとうございました。あ、いえ。あやちゃん、ポチは多分鉄之進くんの役に立ちたかったのよ。だから血統書を洗おうとしたんじゃないかしら。兄貴喜んでくれるっすかね。ポチが僕を喜ばせようとして。お前みたいな金魚の糞じゃなか。ポチどこへ行く鉄之進。ポチは甘ったれじゃなか。いつも僕のためにポチなりに頑張ってただけたい。それに気づかずポチを傷つけた僕の方がバカチンだ。それにあのポチがシベリアに行くなんてとんでもない勇気たい。その勇気に応えられないんじゃ僕は男じゃなか。余裕だ。ポチ待っててね、今すぐ行くからね。でもきっとポチのことだから今頃マンモスにいじめられてるんじゃない。マンモスはもう絶滅してるし。おー、じゃあシロクマ。シロクマは北極だし。わかった、オオカミにいじめられてるんだわ。あいつはいじめられやすい顔してるからな。みんなひどい。でも僕もポチにひどいこと言っちゃった。許してもらえないかもしれない。男同士の友情はそんなことでは壊れたりしないでござる。拙者、鉄之進とポチはベストコンビだと思うでござる。半蔵さん。ああ、そうだぜ、心配すんなって。ベストコンビの俺と半蔵が言うんだから間違いねえってな。そうでござるな。だろ。やっぱり妙な間があるって。イワン、おらんではないか。流氷に乗って先に日本に帰っているかもしれないでござる。いや、この時期流氷はないし。もしかしてクマに捕まっちまったか。そんな、今頃サーモンと一緒に蜂蜜漬けにされてちょうど食べ頃なんてひどいわ、イワンさん。そこまで言ってねえし。ポチ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 。会いたい、ポチ。僕には君が必要なんだ。かけがえのない友達なんだい。ポチポチポチ。兄貴迎えに来てくれたんすか。ポチ兄貴。そんなことはもう。っていうか、金魚の糞ってどういう意味なんですか。知らなくていいよ、もう絶対言わないから。ならいいず。おお、若いってええー、のー。男なら泣くな、バカ。岩にバカって言うな。泣いてなんかね、これはただのしょっぱい水だ。聖徒様、この極寒の地で無事に生き抜いたポチをイノラクエの仲間として正式に認めてもよろしいですね。ん、おお、鉄之進たちの後ろから何かが近づいてきおる。クマよ、きっとクマよ。いや違う、あれはお、金髪ロシア美人さんじゃ。あら、ワンちゃん、お友達が迎えに来たの。誰。実はここに来てすぐこの人に拾われて、この先の別荘でお世話になってたんす。サーモンはうまいし、暖炉はあったかいし、 DVD は見放題で楽しかったっす。うん、
そう。パエちゃんの寂しいわ。また遊びに来てね。ガテン。どうやらたくましく生き抜いたわけじゃなくて、運よく拾われてウハウハシベリア生活だったようだし。ポチよ、一つ聞く。まさかあのロシア美人さんと一緒に？もちろんお風呂に入ったっすよ。やっぱりお目合わさるじゃん。なんですか？猿になってしまえ。瀬戸様、血圧が。なんだかポチらしいや。助けて。ポチ、こっちに来るな。わかった、瀬戸様うらやましいんだ。鉄の神くん。あ、ショコラちゃん、どうしたの？一人では散歩してたのよ。最近この辺りには犬をさらう犬泥棒がいるらしいたい。可愛い子ちゃんが一人で歩いてたら危ないよ。ってあれ、ショコラちゃんが消えた。あの声はショコラちゃん。犬泥棒の仕業だな。許せんたい。僕がとっちめてやる。次回ワンワンセレブをそれ受け鉄の神、鉄の神犬泥棒を捕まえる。助けて鉄の神くん。それ受け鉄の神、また見てね。お前もな。